乱山町の議会は、今日から議場を夏休み期間中の自習スペースとして初めて開放しています。乱山町議会は、議会をより身近に感じてもらおうと、3月定例会の傍聴者にアンケートを実施しました。その結果、議場の他の使い道も検討してほしいとの意見が複数寄せられ、閉会中の議場を 今日から夏休み期間の自習スペースとして試行的に開放することにしました。利用できるのは町内在住の中学生以上の生徒学生で定員は20人です。利用は土日を除く今月9日まで午前9時から午後4時半まで利用できます。初日の今日は。 勉強に励む中学生の姿が見られました。今後の利用方法については、利用者へのアンケート結果を踏まえて検討するとしています。町の議会事務局は、静かな環境で勉強して、議場に親しみを持ってほしいとコメントしています。